い、ここからは私たち3人が罰ゲームをかけてゲームで対決していきたいと思います。はい、頑張ります。はい、今回やるのは箱の中身はなんじゃろな人狼。おー、じゃろじゃろ、はい、箱の中に手を入れて何が入っているか予想してください。うん、はい、2人の市民の箱には同じものが入っていますが、もう一人の人狼の箱には何も入っていません。わかりました。うん、それが誰かを当ててもらいます。はい、市民は人狼を外したら罰ゲーム。人狼は市民2人にバレたら罰ゲームとなってます。なるほどね。ここにね、はい、あのカードがあるんですよ。はい、これに2枚市民、1枚人狼。なるほどね。これがあるので、これを切って3人で引いて決まります。シャッフルしてください、たくさん。はい、はいはい、じゃあいいよ、一番後輩から、あみちゃんからいきな。あみちゃんちからで、これで、はい、これで、はい、ありがとうございます。はい、ということでこれを見て、うん、はい、はい、じゃあそれでは早速やってみましょう。はい、予想時間は2分間となってます。はい、はい、これ手入れる時が怖いんだよね。ね、わかる、うん、はぁ、あ、緊張する。いきますね。じゃあ用意スタート。お、もういる、もういる、もういる。何、でも動いてないもんね。え、あ、わかった、何か。わかった、はいはいはい。え、早くないですか。触れないんだけど。わかりましたよ。え、え、わかるよ。え、触ってる今。これは破壊してもいいですか。触ってる、触ってる。え、これは結構簡単じゃない。破壊しちゃう、うん、イージーイージーって感じ、うん、イージーっていう。あー、イージーって分かった、分かりました。え、分かんない、反応が。ちょっと待って、キミちゃん今触ってる、触ってる。キミちゃんどう、こねてる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 、こねれるかこれ。え、でも私めっちゃ好き、普通に、うん、なんかあのご飯とか行った時もなんかこれと枝豆と一緒に食べたら美味しい。うん、なんこれ、分かった、何か、ね、分かりました。今日なんか、ま、周りになんか、周りに知らないものが、え、なんか、なんだ、お刺身の妻みたいな。おー、あラッピングのやつじゃない。ラッピングされてないよこれ。じゃあラッピングのやつが引いてあるってこと。あー、そういうこと、うん、そういうことか。え、引いて、引かれて、うそ、引いてあるよ。うそ、え、ケイちゃんこれ、それを揉み込んでる。これ好き。嫌いじゃない、嫌いじゃない、全然。え、普段は、関わんないかも。関わらない。え、でも私これ結構刻むのが好きかも。刻んで、うん、刻んだりなんか飲み物にする方が好き。え、料理します普段。もう話変わってくるじゃん。それは話変わってくるじゃん。料理します。普段料理あんましないです。はい、あんま食べない。いや、食べます。え、わかんない、この2人ちょっと待って。そのまま、うん、あみちゃん、そのままね。終了。わかったな、これ。ちょっとわかった、はい、では、投票に移りたいと思います。人狼だと思う人に指さして投票してください。せーの、ドン。ゆうかさんと私はきみちゃん、私はあみちゃんです。お、あみちゃんの理由は何、まず何言ってるかわかんないもん。何言ってるかわかんない。え、なんか、え、でも私も途中まで何言ってんだろう。芯をついたことを言わないから、確かに。正直レビュー、正直レビュー。レビューじゃないの。最後ので結構確信したかも、うん、アミちゃんは違うなって、うん、いやでもキミちゃんこそね、うんうん、確信が外れすぎてた。あのなんか名前をもらうみたいな、うん、てか関わってるって何、うん、って感じなんだけど。なんで、だって全てのものに関わって生きてるでしょ。だって空気とかだって今そうじゃないですか。怖いんだよな、なんかこの圧が。なんか喧嘩、口喧嘩強いタイプ、ね、赤堀の圧が。ということでね、2本もらった赤堀さんは人狼ですか。人狼でーす。間違えちゃった。でまで言ったらもうデスなの。人狼で間違えちゃった。じゃだよね、人狼じゃーって言うんだよね。それ人狼じゃありませんになっちゃうから、私は人狼。あ、そこで伸ばすのか。でで伸ばして、でもいいけど、ではありませんもあるわ。確かに、うん、すでした。でもすでした、人狼です。すでしたか。そう、中身トウモロコシ、ね、これでしょ、ここの部分でしょ。あー、そうだ、これめっちゃ土臭くて、ずっとこの人何言ってんだろうと思ってた。はい、赤堀さんにはですね、激似ガチャの罰ゲームを受けてもらいます。はい、ということで激似ガチャが来たということで、はい、キミちゃん、あー、え
いけますか。何一回香って。もう怪しくないか。もう苦い苦い。やだ、罰ゲームじゃん。香るだけ、香るだけ。香るだけはまだ大丈夫、はい、耐えれるけど口の中に入れれないかも。キミちゃんの香水の匂いしかしなかった。じゃあいいよ、自分のタイミングで。いい、乾杯していきますね。はい、せーの、乾杯。あー無理だ、待って。ねえ。でもう一度、もう一度、せーの、乾杯。いった、すごい。そんなすごい。お水ください。そんなに、どんな感じ。ジェスチャーやめる、ジェスチャー。畳煮詰めてそこになんか土混ぜたみたいな。美味しくないじゃん。やだ、苦そう。畳大丈夫ですか、お水は。はい、大丈夫です。早く閉めて。リアクションは良かったですけど。はい、キミちゃんそのまま行きましょう。次回の未完全ダービーもお楽しみに。